デビッド・ペーチはアメリカのミュージシャン、キーボーディスト、歌手、作曲家、編曲家、ジャズピアニスト、編曲家のマーティ・ペーチの息子としてロサンゼルスに生まれた。1970年代前半よりスタジオミュージシャンとして活動し、初期の仕事としてはジャクソン・ブラウン、ホーエブリマンなどの作品への参加が知られる。ペーチはボズ・スキャックスのアルバム、 シルク・ディグリーズでキーボード演奏と作曲に貢献し、ペーチとスキャックスが共作したローダウンでグラミー賞を受賞した。そして、シルク・ディグリーズで共演したスタジオミュージシャンを中心に TOTO を結成し、1978年にデビュー。TOTO では作曲やキーボード演奏だけでなく、一部楽曲でリードボーカルも担当した。また、TOTO の活動と、 並行してセッションミュージシャンとしての活動も継続し、マイケル・ジャクソン、スリラーを含む多くのアルバム、ツアーに参加した。さらに、ペーチは1989年の映画、旅する女シャーリー・バレンタインの主題歌、ザ・ガール・フー・ユースト・トー・ビー・イーメの編曲を担当し、同曲はアカデミー一家曲賞にノミネートされた。2003年半ばより、 TOTO のツアーには参加しなくなったが、レコーディングメンバーとしては2008年に TOTO が解散するまで席を置き、2008年3月にボズスキャックスとのジョイントで行われた日本公演には参加した。2003年のペーチのツアー活動休止の際に、スティーブルカサーがいつもの悪ふざけで、デビッドは性別適合手術を受けるため、この夏のツアーには参加できないんだ。 女性になるという、本当の自分になるという彼の夢を実現させるためには必要なことなんだ。この秋にダビダを紹介できるのは非常に嬉しい。一刻も早い回復を祈るよ、などと冗談マジアリの声明を発表した。しかし、公式サイトでの声明であったために、世界中にメディアが事実として報道してしまった。 ルカサーは4日後に、まさか信じるとは思っていなかったし、メディアが報道するとは思っていなかったんだ。申し訳ないと謝罪し、ペイチが手術を受けないことと、ツアー不参加の本当の理由を明らかにした。スタジオミュージシャンとして、著名なペイチだが、TOTO のメンバーとして、より知られている。特に t o は、ジェフ・ポーカロとデビッド・ペーチを中心に、結成と表現されることが多いなど、 事実上、ジェフと共に中心人物として活動してきた。実際、初期から中期にかけての代表曲、ヒット曲の多くは、彼の単独作曲あるいは中心となって作曲された曲である。また、自身がメインボーカルを務めたアフリカは全米一位という快挙を遂げており、現在でも最もよく知られる楽曲の一つである。初期の東東には、 ペーチ会にもう一人、ジェフ・ポーカロの弟であるスティーブ・ポーカロがキーボーディストとして在籍しており、彼はペーチとは異なり主にきらびやかなシンセサイザーサウンドを多用し、スペーシーと呼ばれる派手なサウンドで、オーソドックスなペーチのピアノやオルガンプレート差別化を図り、うまく共存していた。アルバム、ファーレンハイトを最後に、スティーブが脱退すると、以後はステージ上で、 スティーブの役割も果たしているが、実際のところレコーディングではスティーブはその後もほぼ、レギュラーのサポートメンバーとして、アルバムに全面参加したり、場合によってはツアーにも参加しているので、特に役割は変わっていないとも言える。ツアーでは、ペ、一一人で二人分のプレイをするのは難しいため、ジョン・ジョッセルやジェフ・バブコほか、元メンバーであるスティーブ・ポーカロがサポートとして参加する、ことも多かった。 来歴にもあるように後期のツアーにはほとんど参加せず代役にグレッグ・フィリン・レインズを指名したその後グレッグはペーチの強い推薦で正式メンバーとなるが自身は脱退せずレコーディング現場では作曲演奏歌唱の全てにこれまで通り参加アルバムフォーリング・イン・ビトイーンでは普段ステージ上では主にペーチの代役状態であったグレッグと 真の意味で並存する正式メンバー同士として共演した。ペイチのツアー離脱については、代歴にもあるように家族の病気と発表されていた。ルカサーの近年のインタビューでは、本人の健康状態も関係していること、ルカサーとペイチの不仲をほのめかす発言があった。しかし、不仲説は後に公式に否定、ソウルブラザーと呼び合うほどの中であることを語っている。 2008年3月のジャパンツアーで久しぶりにステージに復帰、ツインキーボードとしてグレッグと共演を果たした。また、TOTO としてはスティーブだった以降20年以上ぶりの正式メンバーによるツインキーボードステージとなった。ペーチは TOTO 以外にも多くのアーティストのレコーディングに演奏、または編曲で参加しており、下記はその一覧、聖、または バンド名の五重音順。ありがとうございます。